奄美大島出身の小池和部屋の大奄美です、好きな食べ物は食べ物です恥ずかしがり屋さんだったと思います。あまり人の前に立つのがあんま好きじゃなかったと思います。1回で食べたので、まあ、ステーキだったら4キロぐらいですかね趣味は、まあ、強いて言うなら料理ですかね。 YouTube はい見たりします。あまあその料理のやつとか、まあ、相撲だったりとか意識することですか。やっぱ自分も頑張らないとなって思いますけど、やっぱみんな幕内とかで活躍してますんで、僕も幕内で活躍できるように頑張りたいです。あそうっすね、今は奄美とかにあまり帰れてないんですけど、まあ、帰った時とか、まあ、一緒に会ったりとかした時にあのご飯食べたりとかはあります。やっぱ小さい時少年相撲クラブとかあったんで、まあ、僕は北の方だったんですけど、明生関は南の方で、やっぱ大会とかであったりしますんで、はい。まあ、力士になりたいって思ったのは、まあ、大学最後の方ぐらいからですかね。ああ、力士以外にさ、まあ、親から聞いた話なんですけど、ずっとサッカー選手になりたいって言ってたらしいです。こんなデブがなれるわけないだろうって。しこ名の由来ですか。まあ、自分が奄美大島出身なんで、やっぱり、奄美大島って小さな島なんで、奄美のことを知ってもらいたいなと思ってですね、はい。そういうしこ名にしました。まあ、そうですね、やっぱり、みんなの支えがあったから、相撲取りにもなれたと思いますし、やっぱり自分が活躍して奄美のことを知ってもらえたらなって思います。対戦してみたい、まあ今、まあ、明生関が上の方で活躍してるので、やっぱり自分もまた頑張ってちょっと明生関とですね、また戦えるようにちょっと頑張っていきたいなと思います。もう全部がですね、やっぱ力いっぱいいってるんで、まあ、そんなあれないですけど、一個に絞ることはできないですけど、まあ、全部ですかね、まあ、まずは幕内定着ですかね、はい、で定着したらもうまた上の方って感じです、はい、こんな感じだと思います。あ、まあ、まあ夢のある仕事だと思いますんで、まあ、頑張って力士になれるよう頑張ってくださいって感じですかね、はい、ちょっと橋とかじゃなくてちょっと抜けるやつで絡めていきます。いきます、絡めていきます。こうやって絡めていきます。こうやってキュッと絡めていきます。で真ん中を引っ張ると外れます。あと一個いきます。こう絡めていきます。こうやって、こうやって、こうやって。絡めていきます。で、ここを引っ張るとこう引っ張っていくと、やって、こう、はい、抜けますって感じですか。すいません。